い、こんにちは、サルです。行きましょう。キュー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 はい、というわけでですね、はい、これが朝一の読みです。はい、というわけで、はい、私のデッキ役前結構ビズゴーなんですけど、お相手のデッキがですね、出ましたよ、賞金わらなんですけど、まあ、孫作わらとは言いません、賞金わらです、このデッキは。というわけで、朝一当たった方との2連戦目です。ちなみにもう1戦当たってます。というわけで前回は負けてしまったので反省を踏まえた上で戦っていますので、そこら辺も見ていただけるとありがたいかなっていう感じですね。いきましょう。はい、前回は開幕をちょっと内乱とか強気で取ったりとか工場取りたいとかいう攻めを見せたんですが、さすがに笑相手にそれはねえなということを学びましたので場内スタートです。はい、あ、超慢性が踏みました。まあしょうがない。本当はね、孫作がね、比較に踏ましたかった。で、メリノスウシの走り攻めは挑戦で抑えて、孫作、おう、失わせてしまった。これは予定外で。でも孫作倒せるかもしれない、倒せないか。てか、ショーティとにかくのダブルアーチャー強い。てか、スウシがめっちゃ動いていた。グホンが入らない。でも集大は少女倒しので、挑戦もスーシ倒せるの。はい、ちょっと集大は、ね、やりだしたんで OK です。で、まあなんとか孫作逃がしたいなと。逃がせませんでしたダメだ、やったろやないかいっていうことで男の人いきます。一発取りたい、まず一発。やっぱ開幕のリードが取りたいわけです。で、ここでリスクは倒してやりたいんですけど、多分倒せなかったんですよね、賞金が強くて。あっ、これどうさばいたんだっけかな。とりあえず乱戦しようと思ったんでね。工場ラインから出ちゃいましたけど、まあ迎撃取れればベストだからね、それはいい判断だから。これで1回で取れたんですよね。これはグッドですよね。とても素晴らしいですね。さあ、あと問題は、工場が一発入るのか否か。あのリカコ倒さなかったら悔やまれるんですよね。しょうがない。まあでもその時倒せたし、塗られなかったんで、それは良しでしょう。内乱を取られるっていうか、やっぱ相手のデッキが内乱、やっぱその時の勝利で内乱取っていくタイプのデッキなんで、まあそこを取らせないと、いうのは強みなんじゃなかろうかというところでしょうか。なお互いに一進一退にはあるんですけどね。ちょっとだからゲームが進まないですよね。おっと、一騎打ち。なぜ？これは負けるわけにいかないですね、さすがにね。倒したかったらあと100人は連れてこい。まあ、言うてちょっと失敗はしたんですよね。これ全無双を取る予定でした、取れませんでした、失敗で。孫作の敵じゃなかったな。まあそれでも勝ったのでよしとしましょう。まあただ超慢性っていうのは美味しくなかったんですけどね。別にここじゃないだろうみたいな感じですが、まあ、ここはしっかりと利確の兵力を削っていきたい。ただ孫作来たんで、まあ、ここは華麗に逃げる。で、まあ、集大の槍を出して、孫作を牽制したいところだが、しかし。が、しかし。さて、どう攻めたのかしら。勝破を叩くにしても微妙。賭けやるにも微妙だと思うけどね。孫作逃げようか。一回ここは塗って、仕切り直しかな。はい、来ました、ズバットが。普通のが来ましたので、さあどういなすか。ここはまあでも装置の兵力が少ないんで、かかんもうちょっと嘘でも近づいてからでよかったんじゃない。これ
これだと危険だな。まだまだ突れそうですね。よかったですね。うん、間になんかされたら止まってましたね。とにかくも処理していて、これは強気で行動いきますか。これは、まあ、塗りたいしっていうのもあるしね。まあギリ入らないでしょうけどね。これ右の方が良かったね。なんで左に行ったんだろう俺。右の方が良かった。どう考えても右の方が良かった。朝鮮も朝鮮のわざわざ朝鮮の近くに行く必要ねえしみたいな感じですね。なかなか同意品ですね。これ朝鮮死んじゃいますしね。あーうーぶうーぶぬるい。私の死も力に。いやーやばい、そろそろあくびがひどいですね。あーたー、まあこれは逆にっていうかね、まあ相手の陣地に向かって移動すると。ただもう結構塗っちゃってるんでね。これは終点もっと左の方がいいな。左、あーまあ言うてこのままセルとかされちゃうからしょうがない。結構これで塗り替わっちゃう。残念、やられましたね。まあぶっこんでいきますよ。入らないよね。これだから工場術の集大だったらねっていうところね。好きなところに行け。すごい強気にとりあえず意地でも工場取りに行こうっていうなんか見えますね、意思が。あーまあ相手も取らせてくれないと。まあだからあとはもうね、ここまで僅差でやって最後は警告のメリットを見出して結構回おうかなってちょっと思ってるんですけど。やはりガンガン行こうです。作戦名はガンガン行こうぜです。相手の部隊散らして、これで相手が何叩くかで、まあ連環かしらですよね。こっちも逃がしたくないんで、ここで蹴りつけたいし、で叩いたのかしら、叩かなかったか。ここはで見たらもういいかなって感じ。あ、佐伯の砲力もあるので、うん、無理はしない。俺が主分だ。あれでも叩きましたね。我慢ができませんでしたね。さあ孫策落ちてからの方が美味しいといえば美味しかったけど、これ以上ライン上げられたくないというか内乱取られたくないっていう話だったんですね。で孫策倒したかったっていうのもあったのかな。うん、すぐ戻るぜ。はい、まああのね、ミックス賞金をおっと来ましたね。ここが見せどころではあるのですが、下手くそだった気がします。ちょっと気負いすぎたかしらって感じですね。はい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 って相手結構うまかったな。いやー負けまみだ。これは下手くそです。ここはねやっぱ腕を見せたいところなんですよね。すぐ戻るぜ。悔しいです。いやーもうこれは本当にもうね賞金割るでしょう。こういうアクション取ってくる時点でね。ワロじゃない。さて内乱だけは取られないようにしたいんですが、さあどうしましょう。で集大で乱戦してもう意地でも倒そうと、このショーティンニックチショーティンを倒すということで、残りとりあえずでももう10巻取っちゃうんで、これでお互いにもう構造を入れないと入らないですね。これはまあ相手は一応か。まあでももう減ってるからもう無理か。で超慢性は集大でしょ。私の死も力に。でもあんなんしてたら実はラインを上げていた愚本の工場が入ると。イエス。いやー最後ギリギリでしたけどね。ほんと
これでリベンジ達成ですね。イエース。まあ、ね、同じ相手だからって屈しちゃいけないと、まあ立ち回りとかてかプレーニングでちょっとね、まあね調整をするというか、というわけでイエース、無事に勝利できました。すいません、ちょっとねところどころ寝落ちしそうでしたね。やばいですね。あ、とりあえずあとあくびが止まんないです。やばいです。もうこれで取るのやめます。すいません。まあこのね、同じ試合ですからね。うん、まあまあまあ。というわけでいきましょう。反省会、来い来い。まあ何が反省会っていうと、まあとりあえず、ね、眠いというかあくびが一人ですね。はい、というわけでね、まあ前回の反省を生かして、開幕とですね、やっぱ場内スタート。まずは、一回守ってからカウンターを取って上がると。まあ、っていうか、実際、あとは、まあ、警告って本来は、ある程度守ってカウンター取って、で、相手が、こう、再起とかなければ、っていう感じでね、どこで回ったりとかするのがベストですからね。まあ、そういう立ち回りをね、まあ、やってるだけの話です。うん。上慢性に踏まれる。まあ、それはしゃあないかな。で、ここで、そう、修繕しなせたんだよな。なぜ修繕を死なせてしまったのかというとですね、これはぬるいです。ひどいです。争いは嫌です。で、集大、ここはちゃんとね、そうですね、ちゃんとね、朝出しを軽くやってるのがいいですね。まあ、ただね、完璧な朝出しとは言えないかもしれない。ここで孫作死なせちゃう。これもぬるい。虎の血が燃えるな。行くぜ。孫策が来ちゃいましたからね。これせめてこのハリセイティレス倒せたりとかしたんですね。まあ倒せたりしたんですね。で、ここでね、そう、ちょっとなんだかんだで結構迎撃取れないかなと思ったんだけど、まあ、相手が思ってたより引いてくれたのかな。うん、まああとはやっぱ朝出し効果はでかいっすね。倒したかったらあと100人は連れてこい。で、ここがまあまあ、お世辞にもあんまりうまいとは言えなかった。ああ、まあ、ただ、ここ、だから、ちょっと無双バー狙わなかったら、まあ、一応か、4無双は取ってますからね。ああ、やばい、ちょっと軽く寝落ちしてました、すまません。やばい、やばい、やばい。ダメですね。まあ、やっぱ仕事の後はなかなか、まあ、あれもなんか先打ちすぎたけどね、こんな早く打って良いのですか、俺はみたいなんですよね。まあまあまあ、判断としては、あれだけど、相手知ってられるとか、まあなかったりもなかったか、一応ほらね、数値とかされるのは落ちないからね。で、ここはね、この孫策こっちだし、右手出しでやったらワンチャンこれで隠れたよ。なのにわざわざ挑戦の近くにまで出てきて、ああ、入んなかったなー。いやー、ぬるいですねー。私の死は、やばい、本当にごめんなさい、寝落ちがやばいですね。すごいやばいですね。で、まあ、ちょっと終わらせて、勝ちだろうが、ここはまあ、しゃあないかなー。ちょっと気持ち左に行けたかもしれないけど、まぁ、ちょっと変わったよね。なんで、シュートが男の意じゃないけど、入らない。俺が主分だ。まあ、合うかっていうほどの隙もないので、なかなか悩まれてます。で、ここがね、もったいなかったなぁ。あーですよね。あまり胸に響きませんでした。残念。まあ、ここが無双取れたとこかな。最後もここ撃とか取れたら全然だったのにね。実際って、あーでも、まあ5分。5分だよね。あー違うな。ここは1個違うのか。なるほど。あまり
胸に響きませんでした。ネズバットがちいのはいせやいやーイエスというわけで、まあなんとかリベンジさせると。いやーすいませんね、全然なんかもう頭に入ってこないです。てかもう寝落ち感がやばいですね。というわけで一回この辺で終了します。すいませんでした。はい、じゃあお疲れ様でした。バイバイです。